現地時間10月17日、韓国代表は国際親善試合でベトナム代表と対戦する。韓国はこれまで、ワールドカップ、W 杯、にアジア勢最多となる11回の出場を果たしており、FIFA ランキングは26位。一方のベトナムは同ランキング95位で、W 杯出場経験もない。韓国にとっては隠した相手の一戦となる。フォト、シーロナウド、メッシ。 ネイマールらワールドクラスの華麗なる妻恋人たちを一挙紹介。今回のマッチメイクは、ベトナム側からの強い要請があって決定したようだが、母国メディアからは疑問視する声も少なくない。ファイナンシャルニュースはアジアのライバルである日本やオーストラリアと比較し、こう述べている。オーストラリア代表はウェンブリーでハリー・ケインやジュード・ベリンガムらを擁するイングランド代表と対戦した。日本代表も、 北中米の強豪カナダ代表に4対1で勝利。9月にはすでに欧州遠征を行っており、ドイツ代表を4対1で撃破。ベルギーでのトルコ代表戦にも4対2で勝利している。来年1月のアジアカップで、ユルゲン・クリンスマン監督の高言通りに優勝を狙うなら、日本やオーストラリアは必ず超えなければならない相手だ。 ライバルたちはすでに世界の強豪との戦いを繰り広げているのに、我々が格下のベトナムと試合をしていて良いのだろうか、そのベトナム戦に向けては、現状で韓国が取れる最善の方法。として、これまで親善試合でプレーできなかった選手たちに出番を与えられる、との見解を示している。ホンヒョンソク、チョンウヨン、ソルヨンウなどアジア大会をプレーしてきた選手たちは現在、コンディションが最高潮に上がっている。 金メダルを取って、体も心も軽いはずだ。加えてオヒョンギュのような、まだクリンスマン体制で目立っていない選手たちも、ベトナム戦ではアピールの場になる。